はい、こんにちは、沖縄ばばです。えー、多分ね、これはどちらかというといいニュースなんだと思います。はい。えんぎゃさんかわいいですね。はい、えーとですね、昨日、あのー、おとといかな。はい、えー、西ェーブザクイーンのね、お国のね、えー、ボリスさんね。はい、彼が、もう、あの、辞任したということをね、お伝えしました。はい、まあ、首相というのはね、大体辞任しても、 をいろいろね、こう、後処理があってね、すぐ辞めるっていうことはできないんでね。まあ、どこの会社、まあ、会社でもね、えー、上の方の立場の人みんなそうだと思います。あ、辞任表明してもね、すぐには辞めたりはしないですよね。はい、えー、ということでね、またまた、えー、ボリースさんもね、えー、シュワットブーチームだったんですけど、 またまたね、シュワットブーのチームのね、えー、一国の首相が辞任しました。はい。エストニアの首相さんです。はい、エストニアです。はい、えー。この方の辞任ですね。はい、この方もね、シュワットブーチームのね、リーダーの国のね、リーダーの 一人と言われてた人なんですけど、一体何が原因で、えー、辞任に追い,込まれな追い込まれたのか。はい。えー、それはね、えー、和水ですね。和水。はい。えー、その言葉をね、えー、使っちゃいけませんよって言ったんですよ。はい。あのー、学校で。はい。学校で、はい。えー、ロシア語を使ってはいけませんと言ったために、 えー、反発がいろいろと起きまして、辞任に追い込まれたということでございます。はい、えー、これね、チーム和水の方がね、どうやら有利ですね。はい、まあそういうことでございます。はい、えー、チームシュワットブーは、ああ、まあ、これね、もしかしたら逃げかもしれませんね。今後、あの、いろんなことが起きてきますから、これからね、 はい。えー、大混乱に陥ります、地球は。はい。えー、なので、大混乱に陥るので、もしかしたら今のうちに逃げておこうという算段なのかもしれません。はい。えー、こういった、あのー、なんていうのかな。えー、表向きの理由ね。ロシア語禁止っていうのは表向きの理由であって、 はい、えー、裏は、裏では本当は、ああ、もうめんどくさいことにはもう関わりたくないから逃げておきましょうということなのかもしれないなと思ってます、私は。はい。えー、日本のね、シュワットブーチームのね、 えー、あの方たちもね、えー、早めにね、えー、ご退任されることを私は望みます。はい。えー、そういうことです。シュワットブーチームはろくなことをやりませんからね。はい。えー、ということでまた一人ね、シュワットブーチームのー、リーのダーダーがね、消えましたということです。表舞台,舞台からね。 はい。まあ、裏では何をするのか分かんないですけど、はい。えー、私はそう思っております。はい。とりあえずね、えー、これからどん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 、あのー、混乱に、混乱な世の中になります。えー、まずね、えー、ここでゆ、まあ、私の話を聞いてる人だったら、まあ、いろいろ分かってると思うんですけど、まあ、例のね、お星様キラキラの人たちがね、ある時期から爆発的に増えるっていうことと、 あと、食料のね、キッキーとかね、えー、エネルギーのキッキーがね、ほぼほぼ同時に起きるっていうことですね。で、えー、つまりね、その星にキラキラなってしまう人は、例のね、あれですね、あれが原因とわからないようにね、えー、まあ、別のね、えー、ものがね、はい、えー、原因とされるということです。それによってまた、例のあれのキャンペーンが始まったりいたしますけど、私たちはね、あの、真相全部知ってるので、 はい、えー。知ってるのでね、そんなに心配することはないと思います。やることをやって待つだけでございます。はい。まあ、そういうことでございますね。はい。えー、なのでね、えー、シュワットブーチームの例のあの人たちがいなくなるのは、まあ、いいことと私は思っております。はい。えー、でもね、えー、ここから先なんですけど、まあ、これは、はちょっと、 えー、メンバーさんの配信で言います。ちょっと言いにくいことなんでね。はい、上がるかどうかわかんないのでね、これ言っちゃうと、はい。まあそういうことです。はい。まあ、なのでね、こちらの字の人のね、辞人ですね。エストニアの首相辞任人というね、えー、そちらの記事もね、貼り付けておきますので、どうぞ見に行ってください。 はい。シュワットブーチームがね、次々に表舞台から姿を消しています。これは逃げなんでしょうかねということでした。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。